いつもジャックケーパーを応援いただきありがとうございます。この度ボーカルに続き、私ドラムのシューマも新型コロナウイルス感染症検査で陽性反応となりましたことをご報告いたします。コロナウイルスにかかった人の生の声を配信するといいと東京都が言っているという情報をヒロから聞いたので配信することにしました。現在体調には一切症状はないのですが、医師及び保健所の指示に従い自宅待機いたします。この度は関係者各位、そしてジャックケーパーを応援していただいている方々には大変なご心配及びご負担をおかけすることとなり、心からお詫び申し上げます。感染経路としましては、撮影時またはメイク中のメンバー同士の会話、ライブ後のメンバー全員での食事などが考えられます。7月8日と7月12日のライブについては、保健所の判断では客席とステージの間にビニールシートの設置や他の感染対策をしていたこともあり、ファンの方は濃厚接触者に該当しないということでした。ファンの皆様、関係者各位の皆様には、多大なるご心配ご迷惑をおかけしたことを心からお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。最後に、少しでも皆さんのお役に立てるように今後毎日症状について報告していこうと考えています。